はい。でも宗教っていけるんですか、でも。いや、これからやっていきますよ。まあ、宗教ってその団体を作る、作んないっていうのはまた別問題だと思うんですよ。その信仰するっていうような、警護教祖のその教え説法を信じて、その信仰するっていうのは団体とまた別なんですよね。結局、その宗教っていうのは教えを、に学ぶっていうことですから、本来は。だから、その宗教団体作る、作らないっていうのは、まあ、それはまた別問題で、どの宗教もやっぱりその教えを信仰するのが一番大事じゃないですか。だから、やっぱり、ものすごく今日の、まあ、藤井さんの入れて枠くでださも、い、入皆れさまんす。見ていただいてますかね。警護教祖の、話ってすごい、なることばっかなんですよ、人生おいてですね。何気ない言葉でも、すごくやっぱり、警護教祖のやっぱり、その説法っていうのが、ものすごくやっぱ身に染みたんですよ、今日も。だからまあ、その教えを信仰するってことですから、それが宗教なんですよ。団体作るのは二の次なんですよね、結局。どの宗教も、もともとはそうじゃないですか。まあ、ブッダにしても、いろんな宗教世の中にありますけど、最初はもう教えじゃないですか。それで世の中を助けていったっていうことで、信仰する人間がどんどん増えていったわけですよ。宗教っていうのは。それで、まあ、団体っていうような形にはなっていってるけど、そんなのずっと後だと思うんで、そういうふうに僕はやっぱり、教えを学ぶっていうことに関しては、やっぱりその団体とはちょっと別なのかなって僕自身は思ってるんですけど、まあ、後々は団体にしても行きたいですよ、やっぱり。ですけど、最初から団体をやっぱり優先的ではなくて、教えがやっぱり優先なんで、K5 ファミリーは、警護師匠の。だからやっぱり警護師匠自身が、その何か、っていうのは多分ないと思います。数々、ものすごく世界の歴史の中で、神と崇められる方たちっていうのは、やはり、世の中に良いことをしようっていうふうに、世の中をよく変えていこうっていうのが、もともとあって、それで私は仏だ、神だって言ってた人一人もいませんから、皆さんやっぱり警護者に世の中を良くしよう、変えようっていうような、そういうような、ことで人々が集まっていったわけじゃないですか。そういったことなんですよ。はい。ですから、まあ、しかしですね、その何か形にしたいっていうのは当然多少あるんですよ。それは僕はまずステッカーであり、まあそれでやっぱり何か、こう物理的に表す、やっぱり何かその警護師匠の信者であるっていうような印として、まずはステッカーから作らせていただこうかなと思ってるんですよ。はい。だからあ、見たら、あ、このステッカー貼ってあったら、あ、K5 ファミリーの、信者の方だっていうふうにわかるじゃないですか。あ、小山警護教の人だ、みたいな感じで。そういうような普及活動ですよね、最初は。教えですから。そういった形でよろしいんじゃないかなって思います。僕もいろいろ、やっぱり、警護様の、やっぱりこう、教えっていうのは、いいこと言ってますから、悪いこと言ってませんから、だから今日の藤井さんのコラムなんて、やっぱ良かったですよね。言ってることが深いし。当然、やっぱり僕も傍から見てて、藤井さんがもう、トンチンカンですっぽんきょな顔されてたじゃないですか。やっぱ理解できないというか、難しすぎてね。誰です警か？護師匠の言ってることが。本当ですか？いや、警護師匠の言ってること難しすぎて、もうついていけなかったじゃないですか。今日の藤井さんとか。そうです。そんなことなかったと思うんですけど。いや、そうですよ。深すぎちゃっても。はい。だって恐竜の話とか、知ってる人なんています？まずあれは相当勉強しないと知らないですよ。恐竜、いや、恐竜の話あったじゃないです戻か。んないと。知ってるでしょ、でも。知らないですいや、知か？らないですよ。知らない、ああいいうや、やっ知らぱないですよ。り人類のその始まりとか、ああいったことってすごい重要なんですよ、やっぱり。みんなが知っとくべきことであるし、やっぱりその深いですよ、やっぱり。
深いですか。世の中にその果物がなかったりしたじゃないですか、敬語しようがいてっていう、はあ、ああいったことっていうのはやっぱり説法ですよ、はあ、はい、はあ、うん、だからすごく良くて今日、はあ、あ、やっぱりこの人の教えっていうのは広めるべきなのかなっていうような、